どうも井上までございますノーミルク佐藤ですやってまいりましたミルワーカー今こちらドン出た日本人の皆さんの遺跡候補主的ミッドフリラ。ー <laughs> ちょっとトーンが低い感じですけど、ね、元気でまいりましょうね,これねいやいやいや動きますかこの方たちがそうですねまあ、うん、日本人と言いますけど一名だけ日本人じゃない方いますけど、はい、そうですねジェリングの話題。ねはい、まあでもジェリングのということでってことですねああ残念なんす、はい、やっぱり出ちゃうんですね そうでしょうね。いつかはというところでしょうけどね。はい、前にもっていうのがあってましたからやってくれたら、まあ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 。そうですね。はい、ということで、えー、とと今日の表紙の3人以外にも何か出てまいりますの、ね、で、うん、皆さんどうぞよろしくお願いします。はいまえー、毎日やっております。朝晩動画を出しております。サブチャンネルもおい出しております。どうぞチャンネル登録一つよろしくお願いします。お願いします。はい、それでは参りましょう。今日はこの十人。10人。<laughs> 10人 はい、出ました。こんな皆さんでくかもしれないと、おうええわ、はい。はい。ちょっといくつか、ちょっと文字が今までのやつでミスってるところがあるんで、ちょっと消しながらいきますけど、ミス、ミスりましたね。はい、ということで、左上から参りたいと思います。まずは、旗手イ央選手です。はい。あら。はい。ええ。のんこね、もう、 旗、はい、手君に関しては、ね、いくつか話が出ているんですいでその一つがまあブライトンということねで、うん、この間ねなんかセルティックでのそのなんか集まるファンミーティングみたいなやつなのかな。でみんなでなんかチームの皆さんでその撮影写真撮影とかされてたんですけど旗、はい、手君だけいなかったんですよ。あら ブライトンに行ってたんじゃないかっていう話があって、うん、ブライトンで目撃されてるわけではないんだ,でではないんだけどだそういう話があってで<ー>これに関しては旗手選手がいやみんな深読みしすぎですよ、かっこ笑いって、まあ、SNS であそであのその噂に関しては否定していろいろあとちょって自宅でその会に関しては見てましたとかって言ってたんですけど。<laughs> でもただやっぱ火のないそう火のないところに <laughs>、うん、悪いことしてるわけじゃないけどねまあねでもあのその火っていの,の悪いことという意味よりもそもそもあの結果的にスコットランドリーグの MVP は古橋選手でしたが MVP 候補の最終4人の中に旗手君も入ってたんですよ、ねうん、はい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 ははい 逆に遺跡のオファーが一つもないっていうのは逆に悲しいじゃない。でああ、まあ、当然あるでしょうし。ただプレミアのね、ブライトンと、こ,これは嬉しいけどな。みたいな嬉しいですね。ちな、はい、みに、その、まあ、これ海外編の方でも話しますが、あの、ブライトンで、その、トップ下今勤めてるアルゼンチン代表の。マクアリスター選手が、リバープール行きがほぼ濃厚って言われてる話なので。多分、そのポジションに旗手くんごって感じなのかな。ブライトン、もう一人、あの、ミルナー選手も連れてきたがってて。 うん、そのリバプールからね、うん、その何でもやってのをなんか何人かちょっと追加してんじゃないかって話もありますから、働く君、ぴったりなんですよ、はい、めちゃくちゃ。なるほどこれはあるだろうねとなるほどね思ってていいんじゃないかなと思いまはす。そして続いてが、うん、え同じくフロンターレ系ですけど、青田中。青田中 はい、そうなんですよ。まあちょっと気になるのは今負傷中だっていうところではありますけれども、田中を選手も移籍望んでて、デュッセルドルフも売却を望んでて、フランクフルトも取りたいって言ってるので、もうこれ濃厚でしょ。決まらない方がちょっとなってくらさい。いいですね。じゃあいい移籍ができそうですね。そうですね。あの田中を選手ましちなみになんですけど。 これ、あの、皆さんご存知かなんですが、あの、ワールドカップ出たじゃないですか。うん、はいはい。あの、ワールドカップに、あの、派遣したチームに、あの、FIFA から報奨金が出るそうで。うん、ほうで、実は、あの、ジュッセルソルフ、実は冬財政難だったんですが。はいはいはい。あ、それが解消。 そう、田中碧のワールドカップまでーで解消されたんです。ほか、えー、他には代表いなかったんですか、ディスクトドル？ほぼいないみたいでね、そうそうそう、次、たら夏もだから次また問題になりそうなんですけど、はい、田中選手、売却すると7億円以上の移籍金が入ってくるみたいで、それはじゃあ、トータル儲かったってことですね、そうす田中碧選手はいろんなところが助ける感じになるんじゃないかなと思うんすごいでフランクフルトもほら、鎌田選手が抜けるのって、うん そのなんか中盤の,そのリンクマン役というかぴったりなところがありますからこれは本当にってのはありそうですね。楽しみですね。分す一部にもいけますからね楽しみでございます。そしてもうお一方なんとこんなことがありそうだここのチームだっいうのは僕,もは僕の勝手な予測でしかないんですけどはいえ遠藤航選手でございますと。 プレミア行きがもう濃厚と言われておりまし初めて聞いた。なんで僕がウエストハムにしたのかって話なんですけどじゃあ、遠藤ラ選手正直もう30歳です。でまだ歳すか逆に言えばまだ30しかも結構、なもともと若いうちから湘南で出てたからあれですけどなんか年古ごとによりレベルアップしてってるじゃないですかまだまだ。 だまだ待機万成型の可能性が全然ある方なので、はい、プレミア来てもまだ伸びる可能性が大西さんあるんじゃないですか。マークなんか巻いちゃってほしいですけどね。ねえ、うんで。そんなところで今、ボランチやばそうだなって思うのが、はい、それこそウェストハムなんですよ。うん、あのイングランド代表なのデクラン・ライス選手が、まあ、チェルシーやらリバプールやらそこら辺に移籍しそうなんですね。いや、もう、デュエルとかもそうですけど、とりあえずやばいレベルのボランチが一人抜けちゃうので、うん 誰かすぐ補填しないとウエスタムまた来季もあのカップ戦出ることになると思うんですよ。このままいったら ECL 優勝とかも可能性あるぐらいなところだったりするのでっていうのでもしかするとるさんを取ろうみたいな、はい、あるんじゃないかなと思いますな,ほなんかね、はい、って言いたかったんだけど、はい、続いて柴崎岳選手。はいはいはい、これもいい話じゃないですか。 あのね、まさ僕ね、ここ正直歌詞待っては書いたんだけど。俺、こうなんじゃないかなってのも思いますね。神戸。神戸。ああ、なるほど。まあ、今からここ話しますけど。まあ、まずレガネスは今回対談が決定的です。そうですか。はい。はい。はい。まあ、で、まあ、なんでって言われたら、結構納得できるのは。忘れちゃいけないのが、スペインの二部って、あの、ヨーロッパ圏外枠って二しかないんです。ああ、そう。 2! ああ、それはひどいですね、ひどいというか、頑張りましたね <laughs> そんな,中でそんな中でう,ん、そう30歳を超えたミッドフィルダーなんで、うんうん、柴崎選手をそれこそ今後も使いたくても、うんまあ、いわゆる他のところかこう、若いその潜在能力のある逸材をとかっていうふうになったら、そっちのほうがいわゆる、ね、売却ができるとかってこうなってくるので、しょうがないと、だから柴崎選手以外も、何人か今回、年長者が出ちゃうんじゃないかと言われてるレベルなんですはは、うん、はいはい、はい、うん でやっぱりスペイン2部でずっとやってきた人ではあるので、うん、いきなり1部移籍ここまでもなかったんだから、うん、今、急にあるかと言われたらちょっと難しそうな気はすると、うん、あ,あと本人がどう感じるかとかはいろいろあると思いますけど、うんまあ、J クラブがもう狙いに行くっていう風になってもまあ全然ある話だよそれは古巣の鹿島が一番だよねと思うけど。うん ピトカ選手、樋口選手、佐野選手といて、そこにもう一人レギュラー級取ったら、誰か絶対、ピンチになっちゃう、うん、それを鹿島が望むのかってのも、またどう思うのかと。ってなってきたときに、元ワールドカップ経験者をめちゃくちゃ集めていて、はい、えこの夏、一人、中盤が出そうなチームが日本にあると。わそ,そう、なるほどですね。ぴったりその人、ミッステル神戸。本当ですね。見 <laughs> 見たたいいそのチーム見たい、うん <laughs> なんかテンション上がってきたっていう気がする、まあ、鹿島の方からしたら「いやバロろっていう話でしょうねえ<ー>そのこともあるだって帰るとしたらうう鹿島以外ないみたいな感じなのかと思ってましたけど俺もそう思いますけどねでもそれはね大迫選手にもそういうイメージありましたからねそうですねだからね 例えば、うん、まあやっぱり鹿島、そして神戸、あとはもう一個あるのは、うん、半年間だけどっかヨーロッパのチーム行って、昇格する町田に加入とか。いやー、なるほど。黒田さんと共にまたみたいなことと。あー、山田つながりを。そう。あったら面白いなと思いますけど。そうそうそうなるほど。うん30超えて高校の時の鬼監督さんは <laughs>、はいって言わなきゃいけない。<laughs> <laughs> 望むかね、それいや<ー>いや、ないと思いますけどね、神戸、結構リアルだと思うとまあね。まあ神戸、結構リアルじゃねえかなと僕は思いますけど、そんな、ね、神戸のほうでいったら、イニエスタさんは6月6日のおそらく神戸バルサ戦がまあラストマッチだろうと、あそれこそ、ね、なんか神戸側でもバルサ側でもその試合出るっていうふうに言われてるので。はいはいはい <laughs> なんなの現神戸の所属の選手として普通だったらやんねえだろうってのがあるからま,、うん、まあ引退なのか移籍なのかは分かりませんけどまあ神戸を離れればやっでスタッフになるかもしれないってことでしょそうですね移籍の可能性ももちろんありますけどまあとりあえず神戸離れるだけはまあ90倍以上だろうなと思うのでうん鹿島はないですか ここででで急にゼロ,でゼロではないでしょ <laughs> 俺 <laughs> そしたらメルカリの社長さんにちょっとインタビューさせていただいて <laughs> <laughs> そっか批評ついて J 内遺跡だったらちょっとね面白いですそれ <laughs> はないってことですねびっくりですけどね、うん、ちょっとなんかアメリカとあと中東側が狙ってるって話はありますか、まあ、当然そういう話にもなるでしょうねまあただ、はい、とはいえじゃあなんでバルサ来るんだって話になって結局なるので、うん まあ、ルさじゃねえかなと思いますけどね。はい、はい、はい。うん、わかりました。と思ってます。それ右側に行きましょう。右側、松木玖生選手です。はい。これ実は我々収録したの5月22日の今、0時45分ぐらいなんですけど、なんでまさこれからの5時間15分後に、初戦が始まります。あ、ついに。 この動画が出てる頃には皆さんも結果知ってると思いますけど、うそうすか。のセネガル戦があるよっていうことで、正直その大会での活躍次第っていうところはありますが、常、うん、にもう15チーム、20チームほどが、ュ、え、生、ー、松木のもとにオファーをかけているという話もあったりした<ー>すごいよね。そうですか。うん<ー>とうか、もう松木選手に関しては、 あの、今回、ー2 0ワールドカップに出てくる全選手の中でトップ10クラスのタレントだっていうふうにも言われてると、そりゃ世界がほっとかないのはそりゃそうだろうなっていうのはあります、ね、まあそうですね、インパクトありましたしね、あの、この間アジアカップでもね。 はい、そうですね、だ、うん、からやっぱりヨーロッパの,そのスカウトの方々からすると、うん、あの若いはずなのに、その立ち振る舞いの堂々さたるや、それがすごいっていう、そういうところ、やっぱり見てるわけですねうんだから大舞台でも彼の心臓は通用するだろうって見方があるので、だからこそ結構、ビッグクラブたちとか、五大リーグを狙ってるんだなっていうの、ありますね。 あとは、だからその力をいかんなく発揮していただいてって,っていう大会になるでしょうから、はい、あた活躍を期待しましょう。そして、その次でございます。<い>まあこっちもまあそりゃそうって話ですが、うん、伊藤敦樹選手でございます。はい、そりゃそうって言ったら、浦和の皆さんにおめちゃくちゃ怒られると思うんで、あれですけど、ACL で優勝したクラブの若手選手にオファーが一全くないなんてことは絶対ない。そ、まあ、そうかそうかですね そんなことが起こったらやっぱりちょっと悲しいよっていうところがあるので、で、最も,もヨーロッパでこれは可能性あるのかなのうちの一つが、セルティック。うんああ、なるほど。そうなんです。実はですね、この動画を収録する前日というかね、うんえー、スコットランドとかあのセルティックの試合があったんですよ、まさーーリーグ戦。はいはい、あもう最後ぐらいのやつですねそそそそう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 はいはい、はい まあ、あとカップ戦に挑むためのメンバー選定ぐらいのことしかもうしてないんですけど、だからも勝とうが負けようが何でもいいぐらいな感じではあるんですね。うん、ついにね、うん、岩田智樹がセンターバック起用されたんですね、はい、ここまであの旗手くんの代わりにインサイドハーフとか、アンカーとかそういうのはあったんですけど、マリノスでも起用されてたセンターバックって今までなかったんですよ。 で、ついにセンターバックされて、残ってる6月4日のカップ戦決勝ももうあの、岩田で、センターバックは岩田で行くと、ポステコクルーさんが明言。ただ、そうなってくると、もともと岩田選手、中盤で取ったんじゃないのかって話になってくるの。うん、<で>そうですね。中盤が、旗手くんがいなくなるとか、今後あったらもう足りないんですよ。えー、ああ、なるほど、それで。 日本に誰かあるなら、あるんじゃないっていやいよいよ、すごいですね。このね、運動量、それこそミドルラン、プレスさせたら、かなりもう日本一クラスのところになってきてますから、うんうん、中盤から飛び出て最前線まで行ってくれますからね、はいはい、この運動量はね、効いてくるんじゃない、左から大転、真ん中、右から伊藤敦樹なんてことになったら、うん、ちょっとセルティック、ヨーロッパの中でも席巻していくんじゃないかなっても思いますから、うん、楽しみでございます。はい そして残りはちょっとここからヨーロッパ行きとかなしだって国内系の話、えー、かそうなんです<ー>今年神村学園高校からセレッソに加入した高卒ルーキーの大迫選手なんですけど、うん、実はね、春先ボラ、彼、ボランチ中盤の選手なんですが、はい、春先とかね、左サイドバックで練習してたんですよ。なんででっていうところで、うん まあ要は、なんか偽サイドバックとかやるときの、まあ、そうすると彼が規定になるでしょみたいなことではあるみたいなんですけど、うん、結局、ここまでの間でなかなか出られなくてっていうのが続いてるんですね、カップ戦も含ただ、結局、なんでかって言われたら、<そ>セレッソ、一時期ボランチあのアンカーがあったりだとか。うんうん あとは、今、ダブルボランチになってますけど、香川選手がその一角に入ったりだとかしてて、ほぼ香川奥のでボランチがもうっていう状態なんですねだ,からそうなんだったら、原川選手とかと、去年スタメンだった鈴木徳馬選手ですら、出られないっていう状況も続いてるので、そりゃ高卒ルーキー、それよりもやっぱ2番手、3番手、1歩、2歩遅れちゃうじゃないですか。 そうなってくるとどっかレンタルなんてことはあるんじゃないかなって思うんですよね。ああそ,そ,それが、うん、トスなんではないかと。僕トスじゃないかなと思ってます。うん、これはもうポジション的に。はい。<ー>というか実はあの、はい、このだから当が出る2日3日前なんですけど、はい、あの本田風智選手あとは福田明人選手の2人の長期離脱が決定しちゃったんですよトス部では。ああそっか。 特に本田選手に関しては、全治未定という言い方になっていて、そう、はい、すれば年内の復帰が難しいかもしれない。そうなんですかだって中盤、ここまで大活躍だったっていうのがあるので、一、うんはい、人若手でもいいから取ってきたい、それこそ J1 からでもそういうレンタルをやってくるチームですから、うん、余ればって形なので、しかも西川選手、レンタルで取ってるってのもありますから、今ね、もしかしたらあるんじゃないかってので、ちょっと入れてみたいよということでございます。 最後はちょっと J2 からのレンタルであるんじゃないかという二人でございます。まずはあの三喜選手でございます。はい、あのまあ木下ゆっきーなのね、あのカレッサでもお馴染みですけれども、実はねまあさ最近でお出番がないです。はい、そうですよね。そうなんです。というかまあちょっと可哀想だったのがまあ春先、まあ怪我があったんですよね。で怪我があっ で、じゃあ、怪我から開けてきたなっていうところで、ちょうど大宮が、ちょっとチームの状況が良くないところで復帰しちゃって、うんはい、なんか今も連敗とかね、いわゆる勝ちがない状態が続いてたりしますけれども、うん、なんでなかなかちょっと難しく、監督も変わってみたいな状況ですと。うん、ただ、三幸選手、もともとレノバーにいた時にはすごく出番があったんですが、うん、その後湘南行ったりとかした後で、なかなか出番が少なくなってきてしまってっていうのが続いてるんですよね。はい、そうなってきた時に、僕は、 松本山がなんてあるんじゃないかなっやっぱり恩師、うん、山口自体の恩師、下田さんがいるというところがありますから、はい、もし今、そういう出られない状況が続いてるんだったら、ちょっと助けに来てくれないかなんてことだったら、どうかとでも、大宮も監督、変わってね、また力なところもあるから、そ,ね、そこで、うんうん、それこそまたっていうのになったら、話は変わるかなと思いますけど、果たしてどうなるかということになります。うん そしてちょっと似たような話が一番最後でございますなるおかひかる選手でございます三浦、はい、選手とほぼ似てる話なんですけど、うん、こちらあのキャンプの時不省で出遅れてしまったんですよねで元々そこからあの監督交代って流れが今あってしまってなるおか選手は例えばセントラルミッドフィルダーとかトップ下とかで活躍できる選手なんですが、はいはい このトップ下みたいなポジションであの乾選手がめちゃくちゃ好調じゃないですか今、そうですね。っていうところで、うん、しかも乾選手がじゃあ例えば今、ベテランになって運動量が落ちてみたいなことも特にないでしょう、うん、で急な怪我とかあったらまた別ですけど、はい、ちょっと成岡選手の出番が今後まだあるかって言われたらまた難しそうというところでレンタルはあるんじゃないかと思っておりますまた相模原ってことですね。 そういうことですねやっぱ彼が一度それこそ一気にこう輝いたのがこの相模原時代ですからもっかいなんてことは,はなんか思えば戸田さんも解説者時代になんか鳴岡選手のこと、うん、結構なんか絶賛してたようなことあったような気がしてて<ー>ってなったらちょっとあ,あ,っあるかもわかんないですねそうなんですよ<ー>っていうところにちょっと入れてみましたという話で戸田さんもだって清水とはコネクションが、ね、あるでしょそら そうでしょうね。なるほどここあるんじゃないかなと思っております。いということで、今回の10人でございまありがとうございました。ありがとうございます。いや、今日もいろんなお話をありがとうございました。ありがとうございます。ということで、ミラーカー毎日やっちゃってるんですよ。ということで、チャンネル登録、高評価ボタンぜひよろしくお願いいたします。いますということで、4名前でした。ノーミルサトでした。久しぶありがとうございました。よい一日を。バイバーイ。またね。